サンテペルーは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏コレーズ県のコミューン。サンティレールはチュールからブリーブライコールガイアルドへ向かう、道路の途中にあり、中央高地の中にある。標高はおよそ300メートルである。南側の境界をコレーズ川が流れ、北東には標高470メートルのピュイドデルスがそびえる。西側は、低コレーズの 東側はオーベルニュの山並みといった驚くべき眺めが広がる。コミューンには北西のタイガー・ジロンド川の支流、東のフランセ川、北のクーズ川、南のコレーズ川といった多くの河川が流れている。町はコミューンの中心そのものである。町から4キロメートルのところにオバジーヌ・サンテペルー駅がある。1179年から1180年ごろ、 で、ソンクトハイレリオーとして、名が現れる。その後1315年頃は、ソンクティ・ユーラーアイだった。15世紀には村に3つの名があった。サンクトス・ユーラー・イアス・デル・ペイロ、プロペ・アベイジガム、さらにプロペ・ダーソスである。サンティレールとは、ポアティエ司教だった、ポアティエのヒラリウスを指している。15世紀には、デル・ペイロと呼ばれたペルーとは、石を意味する。 ペローズから来ており、コミューンの中の集落の名である。後に、数多く存在する、サンティレールという地名と差別化するために、ペルーが加えられた。サンテペルーは、ポアティエのヒラリウスに敬意を示した地名で、ペルーとは、古い教区で史上で有名であった村の名である。ペルーとは、ク語で石を意味する言葉から派生している。村にはかつて多くの宗教建築があったが、 そのほとんどが破壊されてしまった。ピック礼拝堂のみならず、エスタン礼拝堂、デルス礼拝堂がかつてあった。デルスの礼拝堂は過去にさらに重要で、モノグラフの中で我々は礼拝堂が修道院の核に達していたことを知っている。コミューンのロゴには桃が描かれている。これはサンティレール種の桃栽培で広く知られていたからである。フランス革命時代、 国民公開のデクレによって、コミューンの名は、ルペルーマラーと変更させられていた。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。